シューベルトの死後しばらく経った1870年に書かれた編曲の主公譜。ドイツミサ曲 D872 はフランツ・シューベルトが1827年に作曲した賛美歌集。作品はミサ曲でも厳格なドイツ語で歌われるわけでもないが、ウィーンでの出版時に、河川がツアーファイヤーで入り家をオープファースでアミサと題された。 ヨハン・フィリップ・ノイマンの礼拝用でない八つのドイツ語の詩に曲をつけたもので、ノイマン自身がシューベルトに音楽を移植し、ミサの間にそのうちの一つもしくはいくつかが別個に使えるようにしたのであった。ホイとして付された九つ目の賛美歌は、主の祈りを取り扱っており、これによって強力行われるように全曲が一つのコンサート演目として演奏された際に、演奏時間が 約35部の長さになるようになった。フランツ・シューベルとフランツ・アイブルが1827年ドイツミサ曲は独唱ミサ曲の伝統に根ざしている。独唱ミサ曲とはオーストリアやドイツ南部の土地の言葉で書かれた宗教的なテクストに曲をつけたものである。本作はヨハン・フィリップのイマンの移植により書かれたが彼はあり得る中で最大の集会に訴えかけるように 作られた簡素な音楽に興味を持っていた。ノイマンはドイツ語の賛美歌を書き、シューベルトは集会での歌唱に適するよう和音を同時に、そうするホモフォニックな様式で楽曲に仕上げた。作曲には1826年12月に着手し、1827年に完成して出版に至っている。ノイマンはこれ以前に、シューベルトの未完のオペラ、シャクンタラへのリブレットを書いていた。 シューベルトは本作がカトリック教会での礼拝で用いられることを意図していた。しかし検閲によりこれが実現することはなかった。この作品の礼拝での使用は認められなかったのである。本作は以来人気を獲得し、多言語への翻訳も行われている。リチャード・プルーは英語版を編曲している。原曲は混声合唱とオルガン伴奏のために書かれていた。 シューベルトの死後数十年が経過してから規模の大きな版が出版された。これは混声合唱、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、トランペットに、トロンボーンに、ティンパに、通奏低音のために書かれている。現在一般的なドイツミサ曲という誤った通称の他に、本曲集はこの木管楽器優位のオーケストレーションに由来して、 木管ミサ曲と呼ばれることもある。作品は八曲の賛美歌と一曲のホイの K9 曲から構成される。大半の楽曲は礼拝の厳粛さと教会の音響を反映して中央から緩やかな速度を指定されている。各賛美歌にはラテン語のミサの典礼文でタイになるものが存在する。省略なしで演奏された場合、演奏時間は約40分である。 ズン・アインガン・名イシヒエ町長四、四拍子、ボーヒン・ゾールイッヒミヒはエンデンズングロリアミット、マヤステッドヘンロ町長四、四拍子、エラ、エラセイゴットインデアホアズゲバンジェリウム、ウントクレドニヒトズラングザームと町長六、八拍子、ノフホラグダイシップフンホームローズダズン、オッフ,フェルトリウムゼアラングザーム派町長三、四拍子、ドゥガブスト、オヘア。 ミアザインウントレイベンズンサンクトゥスゼアラングザーム、ヘンホ町長ウチョ,ウチョウさん4拍子、ハイリグ、ハイリグ、ハイリグナハデアバンドルンゼアラングザームと町長四四4、4拍子、ビトラクタンドダイネフールトウントグーテズン、アニュスデーメイシヒヘンロ町長6、8拍子、マインハイランド、ヘアウントマイスターシュラスジョザンニヒトズラングザームへ、町長ウチョ3、4拍子、ヘア、 ドゥハストマインフレインバーナムマンアンハング、ダスゲベートでヘルン名刺ヒホタン長に開始し、平行長の補聴長調で集結する6、8拍子、アンビテンドダイネ、マクトウンとグローサ。ありがとうございます。